マイケル・オバちゃんです。 Vlogmas Day 11、 今日は、ローカルの朝食レストランに行きます。何ですか？ミートラバースキレット。ミートラバースキレット、すごい量の肉ですね。私はただのトーストと目玉焼きとハッシュパンとソーセージ。いただきます。ごちそうさま。お仕事中です。仕事から戻ってきました。これ結構気に入ってるみたいで、自分これ結構つけてます。なんでこんな汚い部屋を見せてるのと思うでしょ。ここはですね、今作業場です。作業場、何をしてるかというと、クリスマスのギフト用にちょっと物を作ってまして、これはちょっとおかしいところがあってまた直しますけど、イメージとしてはこんな感じのものを作っています。これはですね、どうやって使うかっていうとね、本のしおり、この角にスポッて入れて使います。初めてにしてはいい出来じゃないかと思うんだけど、ちょっとまだ怪しいところがあるので、これから直していきます。このね、下側は普通のクラフトで使う厚紙です。で、表はフェルトで、いろいろつけた感じ。こんなことをしてるんです。今日はこれを捨て、この1個は仕上げたいかな、直して。あ、そうだ、これ、この間100均行った時に、100均じゃないよ、ダラチュリ行った時に買ったやつで、こういうね、フォイルガーランドって書いてあるんだけど、こういうものがさ、こうやって売ってても、写真こう出てても実際開けたらどうなのって興味あるでしょ。あるよね。1月中にちょっとパーティーをするので、ティッシュの花も作ってるわけなんだけど、それでこれを、あ、よいしょっと、これを飾ろうかどうしようかっていうんで買ってみたんだけど、すごい糸が細いんだけど、何重になって、あー、こう、ガーラン、ほら、いいかもしれない、キラキラして。ちょっと待って、例えば途中で切っ途中ここを切って何本も縦にぶら下げても可愛いかもしれない。あー、ちょっとこれいい子、いいお買い物です。これダラツリー、これおすすめ。ちょっと待って、壁に飾ったらどうなるか。ちょっとあそこのカーテンのところにつけてみよう。気をつけないとすぐ絡まっちゃう。気をつけ、じゃないんだけど、気をつけてね。ちょっと待って、可愛い、これ。すいません、放置して、ちょっとお見せしますわ。今ちょっとこう引っ掛けただけなんだけど、これ可愛い、ほらキラキラするし、これ絶対これいいと思う。先日行ったダラツリーでは2個しかなかったので、在庫が2個買ったじゃん、2個買ったけど、1個であれぐらい、あと5袋ぐらい、いや、もっと買ってもいいかも。プラン立ててる時が一番楽しいのは多分パーティーって思いますでしょ。そんなわけで、パーティーもあれなんだけど、パーティーは1月なので、とりあえずこれを
仕上げたいと思います。では次の動画まで、バイ。